はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。今日はですね、 YouTube スペース東京に来ております。スタジオ2グリーンバックルームですね。こんな感じです。すごいですよね。すごいグリーン。私ね、スタジオで撮影するの初めてなんですけども、もうすごいですよ。もうね、カメラいっぱい、ライトいっぱい、夢いっぱい。今日はですね、私の動画ではですね、珍しくですね、ゲストの方をお呼びしております。こちらです。私です。おお、上からいらっしゃいましたね。はい、ということで今日のゲストはですね、七品工房さんです。七品工房です。いや、七品工房さんね、最近アプリのデベロッパーというか開発者としてかなりアプリをいくつか出してらっしゃいますけど、その七品工房さんが今日のゲストですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でね、今日ご紹介したいのは七品工房さんのその新しいアプリ、描ける付箋紙です。はい、ということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか、なんだろう、セットらしくなりましたね。ソファーなんかあっちゃってね。はい、ということで、七品工房さんの描ける付箋紙なんですけども、今ね、はい、皆さんにはここでご覧いただいてると思うんですが、これですね。はい、これです、これです。非常にですね、サクサク便利なアプリケーションだと思います。ありがとうございます。実際ね、こう動かしてみると分かるんですけども、本当ね、すぐね、ポッてね、作りたい時にすぐ付箋がね出せるんですよ。これね、便利です。それと付箋の色がね、すぐ変えられる。これすごいいいですよね。ありがとうございます。いや、こだわったポイントなので。そうですよね、触っててこう、はい、やっぱね、付箋作るのってこう大体こうプラスボタンを押したりとか、こう一個動作が必要なんですけども、これはもう本当にポンポン作れちゃうんですよね。なんかそこが私的にはすごく便利だなと思った点ですね。もうそう言っていただけると。この付箋紙の特徴なんですけども、文字を書けるだけじゃなくて絵も書けるんですよね。ね、それで絵だけじゃなくて、なんと写真も取り込めて、その上にこう、はい、なんて言うんですか、線とかをかけてしまう。かけますね。そうですよね。はい、ちょっと一時期流行ったプリクラに自分たちで撮って、こう絵を描くみたいな。そうですよね。で、それでまたキャプチャーして送っちゃってもいいわけですもんね。そうですね。なるほど、なるほど。はい、結構付箋紙アプリって、もう私だけじゃなくて、こう競合引きひしめく中にあるんですよ。そうですね。結構いっぱいありますよね。結構いっぱいあって、どれも素晴らしいアプリなんですよ。いや、七品さんのすごい素晴らしいです。だから、ちょっと描けるっていうところは結構ユニークなポイントかなと思いますね。はい、はい、実際じゃあ使ってるところをですね、ご覧いただきたいと思うんですけども、ここに出すわけですね。ここに出します。出てるわけです。はい、今、はい、そっか、どうだろう。じゃあちょっと引きますか。はい、真ん中にじゃあ、まず付箋を出しますね。それで一回タップしますと、左側がテキスト、右側がイメージ、まあ絵が描ける部分ですね、っていうふうに iPad 版はなっております。はい、こちらが iPhone 版ですね。 iPhone 版もですね、右側にこの色の、サークル、丸がありまして、これから引っ張ってくると付箋を作ることができます。そして、中を、あ、じゃない、この付箋をタップするとですね、まず最初はテキストモードで、右上にドローっていうのがあって、これをタップするとですね、絵が描けるわけですね。はい、写真も取り込める。じゃあちょっと iPad 版の方に戻ります。こんな感じですごいね、スラスラ絵が描けるわけですよ。で、戻したい時も戻せるし、一個前にね、進めることもできるし、色も変えられて、あと太さで、下が透明度ということですね。はい、ちょっと写真の上にこう文字を書いたりするときとか、写真は少し見えつつ文字が書けるといいかなと思いまして。そうですね、なるほどなるほど、そういうことなんですね。はい、でこのね、付箋紙すごく便利なのが、ここにアラームマークがついてるんですね。よくご存知で。でこれがですね、アラート、まあ、リマインダーを設定することができるんですね。なんで本当にね、今日牛乳買って帰るとか、付箋書いて、ここでリマインダー設定しておけば出てくれるわけですよ。これすごい便利です。ありがとうございます。はい、よかった。そう言っていただいて、誰得なんだろうと思いながらも、結構付箋の、はい、なんだろう、
それの活用って忘れないためであって、 で、ね、でそれとねリマインダーがくっついてるってあんまないですから、うん、これ実はすごく便利ですよ。いや良かったです。作った甲斐がありました。でこの、上にこうビュッて出てるこのなんですか矢印マーク、これがシェアですね。そうです、うん、あということはこれエアドロップでこの付箋も移動できるんですか。できますね。あそうなんですね、はい、なるほどなるほど。まあ、エアドロップを使う場合は Wi-Fi と Bluetooth の環境が必要なんですけども、そうじゃなくてもですね実は七品さんのアプリできます。メイン画面に戻っていただいて左下の鎖マークですね、これを押していただくとですね、近くにいる人を検索するんですね。あのこれは Bluetooth がオンになっていることが原則なんですけども、 Bluetooth がオンになっている端末2つあればですねそれで、付箋を共有できますね。 Wi-Fi でも OK ですね。あ、Wi-Fi でもいけるんですか、はい、あ失礼しました。 Wi-Fi か Bluetooth のどちらかで繋げます。あそうだったんですね、はい、なるほどなるほど。でも外出先で Wi-Fi ないことって結構あるので Bluetooth でつながるのは本当ありがたいですね。はい、ということでですね、ここまですごくベタ褒めしてきたんですけども、はい、ここからはですね、ちょっと私がちょっと欲しいなっていう機能をですね、はい、紹介していきたいと思いますね。もうビクビクしながら。まずですね、私が使ってて思ったのが、仕事の場面とあと生活で使ってる場面ちょっとバラバラだなと思ったんですよね。なんであの仕事で使ってる付箋とあの一般的に使ってる付箋が混合しちゃうとなんだろう、こんがらがっちゃうというか、うん、まあ付箋が大量になっちゃう可能性があって、うん、それだとこのあれかなと思ったんで、そのスペース機能みたいなのがあるといいなと私はちょっと思いましたね。まあちょっとあの素人が勝手なこと言ってますけども、いえいえいえ、もうおっしゃる通りだと思います。いやこれできるのかちょっと分かんないんですけども、そうですね、悩みどころではありますね。設計段階でも、他の付箋者アプリでも、はい、ページをこうスワイプするとああるんです、ね、ジャッと動くとか、あ、うん、まあ、そうですね、ありだと思います。でちょっと言い訳っぽくなるんですけどまず作るのが結構難しいっていうところもありますが、できなくはないと。で、あとちょっとデメリットもあるかなと思いまして、こういった構成の場合は、付箋がどこに行っちゃったのか分かんなくなると。ああ、それはありますね、確かに。はい、あの Mac でスペーシーズでしたっけ？はい、何でしたっけ？あのスペーシーズ。スペーシーズでこうやってても、はい、ウィンドウがなんかどっかいろいろひっちらかっちゃってみたいな。確かにそうですよね。そういうところで、その設計段階で迷ったんですよ。ページっていう概念を入れるのか。なるほど。どうか。ただですね、今1画面だけなので、はい、それだとそうおっしゃったようにこう使い分けとかどうしようかな。そうですね、一応ですね、あのフォルダーに入れて格納しておくことはできるんですよね。そうですね、このホーム画面 の左下この辺にあるやつなんですけども、こう付箋紙単体だけですけど、はい、単体をジャッとでいくと、ね、アーカイブフォルダーと呼んでるんですけど、はい、そこに付箋紙データが入るというような、はい、感じになってます。あともう一つですね、要望的なことがありまして、はい、それは、書いた絵の、ね、消しゴム機能ですね。これは今ね、あの消すことができないんですよね、うん、あの書いた時点では1個戻したり進めたりできるんですけども、一回ねこれ保存っていうか、付箋として成立した後にもう一回開くと消すことができないんでね、はい、まあ、あの厳密に言うと全部消すことはやろうと思えばできるんですよね。あの画像を一回読み込めば消すことはできるんですけど、うん、まあ、そこがあるといいなって。そうですね、ちょっと難しそうかな、それは難しそうですか、難しいですかこれ、うん、そうか、まあでも読み込め直せばいいんじゃない。画像データとして今保存してるの、ああのベクターデータとかではなく、なるほど、そういうことなんですね、これ、はい、もう一気にキャプチャーを取ってるような、キャプチャー取ってるような形なので、一番そうですね、実装が簡単だというか、はいはい、いやこういう話も聞けるのもちょっと嬉しいですね、面白いですね。最近ですね、ちょっとこう何ですか、線がカクカクしないように描けるようになったんですけども、そうですね、これだとそうですね、私の技術レベルの関係で今は消しゴムが実装できてないというところになってます。いやいやいや、
これそうですね、だからスタイラスでも書こうと思えば書けますもんね。